ボビーオロゴンです。よろしくお願いします。4番です。お願いします。はい、5番です。6番さんどうぞ。はい、6番です。はい、7番です。8番さんどうぞ。8から9。はい、9番2台よろしくお願いします。これ真面目にやるんですか？え、やるんじゃないと。9番2台。真面目にやんじゃないの？じゃあ、わかん皆さんないけ準ど、備俺完了も。とりあえず押してもらっていいうわ、か？もう覚えるけどね。ボビーオロゴンで考察する。まあ、うん、ダメどうせだ2が一よ。番やべえじけゃあ、皆さん準備完了ありがとうございます。どうしよう。ルール説明しますね。ど。大丈夫でしょ、マスど。お願いします。お願いします。はい。金覚えと。これってああ、慣霊れて能ない側で人たすちか？なんだ。霊能？ああ、霊偉い。能。もう言うわ他の人じは慣れてゃん。るけ基ど、本、マスターが慣れてねえのチャッか。トは、2周目から。マスターが慣れて2ねえ周目感はじなん口頭、だ。2周目はチャットね。で、ボビーオロゴンでやらないんですか？ ちょっともう、始めるときはボビーオロゴンでやどる。っちでもいいんだけはど。よ、説明しや。とりあえず、楽しく行きましょうって感じですかね。役どうしがあよう。りですお願いか？します。役外なしや。当たり前、はテい。ンプレやな。はい。こずり。こずり。ああ、じゃあ、ゴズリへ。オッケー。一周目は、追加なしでいきましょうね。私でもコインがないわ。グッバイボーイ。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。よろしくお願いします。そうですね、自分この位置なんで、2周目に出てきた霊の占い師については信切ります。1周目で盤面確定させてください。で、もしムラスラとか役スラする人がいれば、僕、その人から釣っていきたいな、行きたいなって思ってますね。はい。自分この位置なんで、一周目から盤面確定させてほしいですね。で、自分は、占いが偽証になった場合は、信教か信老で見るのか、で、どっちが偽で、この人との相方はここかなっていう考察をしていきたいので、一周目から皆さんどんどん色を落としていってほしいかなって思ってますね。二郎一と一、強人一を自分が一番見えてる視点で落とすのが自分は色やと思ってますね。はい。だから後半一の人ほどそういう動きをしてほしいなって思ってます。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、9番さんの印象なんですけど、そうですね、めちゃめちゃ印象が悪いなって率直に思いました。その理由としては、ムラスラはツルマンっていうのは納得できるんですけど、ヤクスラっていうのも釣りますっていうのはだいぶムラリがないなって思ってます。そのなんか、ヤクスラ釣りますっていうのは、なんか村目線じゃないなって率直に思ったので、9番さんの印象めちゃめちゃ悪くて、現時点では9番さん釣っちゃっていいんじゃないのかなと思ってます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人の陣営です。9番さんから始まって1番さんの発言。まあ、9番さんに関しては2周目次第ってところは言ってたんですけども、なんて言うんですかね、保険をかけてるような発言はしてるかなと思って。どっちつかずの 感じで、強く言ったところで言えば、1番さんが挙げたような、役者でも釣るというふうな、面をして混乱させた人を釣るというような発言っていうのは、ちょっと強すぎかなと。状況によりけり、その役だとかですね、占いの思考っていうところもあった上での、動きっていうのがあるので、そこに関して、じゃあこの人はじゃあ全て切って捨てるのかなっていう印象はありました。
で、1番さんに対しては9番さんの印象は悪いって言って、確かに言っていることは、結構もっともなんですけれども、もし1番さんが人狼だった場合、9番さんの許すけが起きている上での9番さん釣りっていうところを持っていこうとしてるのかなって印象もあるので、え、まもうだとりあ要えず警7戒なの回かのな、うちじゃない2周な、目したおいにも私もなってしまうんですね。なん場か面確3定番してからです。以上楽しそうだ、おい、もう。です。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。3番です。占い師でした。ランダム九四郎です。ということで、そうですね。キューバは巨人だと思ってるかな。まあ、真面目にしていくわ、もう。芯取り大事。っていうことですかね。9の9目はあると思っている。そこを1番殴ってるじゃん。むっちゃ1番に関しては印象いいと思ってるけど。1番が人外なら、9に、印象悪いっていう理由なんか言わないし、まず。1周目か、まず殴らないでしょ。まあ、ほとんど1、2に関しては2周目だと思ってるけど、現状1に関しては、なんていうの、厚掛け、まあ、良かったじゃないのと、良かったじゃないのと、直近で思ったけど。まあ、とりあえず2周目頑張るねって感じかな。役に関しては、役持ち持ってる人好きなようにどうぞって感じかな。出るんやったら、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い対抗です。3番さん、ちょっと違うよ、そりゃ。でね、2番白です。でね、そう、9番さん、興味に見てんの？ちょっと LINE、なんか見ちゃうんだけど、逆に。次の週、どうしようかな。9番、まあ、占うか、ちょっとまあ、2週目で決めます。でも、そのなんか、役なんとかっていうやつね、俺ちょっとよくわかんないな、専門用語。その、1番さんと2番さんの会話ね、聞いてたけど、俺、よくわかんなかった、俺。用語わからずね。でね、3番さんの怪しいところは、まず一つは、騎士に触れてないところっすね。あと、霊能とか、なんかそこら辺に触れてないのもちょっと怪しいっす。で、騎士は、全然、隠れてていいって思ってます。で、ああ、それぐらいかな。例のローラー5で。番のプレイヤーが発言します。占い師はまだわからないですね。どっちもあり得るって感じですかね。1番さんですか？だからその9番を叩いたことをプラスで取る人もいるでしょ？ 3 番みたいに。マイナスで取る人もいるってところから、つまりこの人は2周目の人だね。9人も一応、片白だけど一応2周目のね、釣り師とかそういうのは聞きますよ。山陽もどこ釣りたいとか。で、いろいろと見えてくるものあるんじゃないですか。このまま2、2人のままだと、6、7、8の後半位置の話を聞きたいですね。一応今、白とも黒とも言えない状態、僕はね。まあ、3番はプラスに取ったけど、人によ多分よって変わるんじゃないかな。だから2周目の人。そうですね。SG1 の村人を残してね、白狼釣りたいです。まあ、SG も白も2種類あるんですよ。村と、狼。だったら村を残して狼釣ればいいじゃないですか。なので黒い狼釣りますよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。僕も率直に9番さんは印象悪いかなと思ったかな。まあ、村すら、なんかね、霊能が2周目出てきたら芯切りますとか、なんかちょっと印象悪いというか、9番さん、ちょっと自分本位かなと思った。9番さんの位置だから役は出てとか、むらり考えたらどうなのって感じかな。はい。絶対に霊能は2周目の方がいいと思うけどね。まあ、占い師とか被せれないしね。バッティングするところもある。むらりがあるのは2周目だと思ってるから、9番さんは印象悪いかな。で、1番さんは、そこを釣りたいまでと言ったっていうのは、俺は1番さん、ヘイト管理、ヘイトもらってもいい人間だと思ったから、1番さんは白いと思ったけどな。だからちょっと5が気になるかな。まあ、2番さんはまあ、どうだろう、2周目かな。3、4は4の方が2攻めです。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。僕が真の占い師です。5番さん、白と出ております。5番さん、白です。アークお願いします。そうですね。占い師。現状は3番さんの方が狼っぽいなと思ってて、神の霊具。はい。3番さんの方が狼っぽいなと思ってる理由が、
3が狂言としてご本意出すかなって思ったからっていう、まあ、ふわふわの理由なんですけど、それぐらいしか今様子と出てないんで、現状ね、はい、三狼四狂っていう状況で置いて考えようかなと思ってます。で、グレーで言うと、そうですね、一番さんって結構九釣りたいまで言ってるから、六番さんの言うようにヘイト管理できないなっていうふうに思ったから、どうなんですかね、今。騎士は潜伏。例の出てください。2周目とかで。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。お願いします。村人陣営です。今日は3、4、7番の中から釣るんですが、出方っていうか発言的に一番芯が切れるなって思ったのが4番さんかな。4番さんっていうのは占い師って出た後に結果を言うまでの間に、3番さんに対しての、なんか一言付け加え、白を出す位置を探してたのかなって思ったかな。3番さんが9番さんを強靭で置いた視点もよくわからなくて、3番さんっていうのは9番を強靭で置いた理由を言ってないのね。で、3-4-7と 3-4 番目になった盤面で9番さんって強靭ほぼなくなったよねって、じゃあ2周目どういう考察を落とすんでしょうねって思う。新切り進行で4番か、もしくは、3番の視点がおかしければ3番釣りでいいと思う。7番は進路位置だと思っている。4番さんの結果を言うのが遅かったのは、あれかな。で、占い審議に関わらず5。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6番さん、例の、なんで一周目に出てこないんですかね。誰か言ってましたけど、なんか2周目に出た方がいいんじゃないのっていうふうに言ってましたけど、それって考え方の違いで、絶対自分は1周目から精査したいんで、1周目から出てほしいっていうふうに言いましたね。で、1番さんに対してなんですけど、僕、1番さん全然白くないと思ってますよ。自分はこの位置で、なんか盤面を濁らされるのは嫌だから、もうムラスラとかもやめてっていう意味を込めて、ムラスラ、ヤクスラ釣りますっていう、思考解除したんですけどね。はい。全員なんか、一番さんがいいみたいな感じになってますけど。って感じですね。はい。そうですね。占いに関しては僕3番さんがちょっと意味わからないかなって思ってましたね。3番さん。僕を強靭で置くのはいいんですけど、僕のどういう言動が強靭に見えたのか。なんか その理由もなしに、なんか強靭って言われても納得できやんかなと思ってますね。だからこの 3-4 になってる盤面で、3番さんは自分に強靭をなすりつけたかった強靭なんかなと思ってますね。はい。まあ、3-4-7に関してはどこも新芽がないので、2周目、一番発言が意味わからないとこから釣ろうかなっていうふうに思ってますね。はい。なんか、現状8番さんだけが自分を叩いてきてないので、8番さんが唯一白いかなって感じてますね。それ以外は黒いと。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。そうですね。9番さんに言うんだけど、みんな1番さんを白いって言ってるけどって言ってるけど、3番さんぐらいしか言ってないから、なんかめっちゃ過剰だなと思って、3級のライン切りなんかなって私は思ってしまうんですけども、そうなると、4番さんが一番新芽がない3-7フラットで、そう、なんか9番さんが怪しいから、3級ローの7芯の4番さん、強靭なんかなって現状は思っているので、どうなんだろう。強靭っぽいとこ釣るってよりも、3-7狼っぽい方を釣ればいいのかなと思ってるんですが、唯一3番さんだけグレーに触れているから、占い師単体で見たら3番さんが一番現状は印象がいいんですよね。2番のプレイヤーが発言します。はい。すみません。2周目3仕様なんですけれども、いや、普通に占い師は釣り切りでいいんじゃないかなっていう発言は、ま、全くないなと、9-1からですね。ああ、追加ありがとうございます。正直なところ、1番さんのその4番さんの新芽がないっていう理由が全くなかった。3が印象いい？
ちょっとよくわからないですね。で、9番さんっていうところが3番さんの城先なんですよね。で、9番さんの発言から言えば、ちょっと待ってくださいね。書いてないな。私、メモ書いてないけれども、明らかになんで4番さんをそんな釣りをしてるのかなっていう感じの印象。8番さんに関しては7番さんとなんかラインがあるような感じの印象ですね。印象しかない。今日占い師精査が大事になってくるのに、891っていうのは占い師に関しての発言っていうのがすごくなんか不安やなっていう感じですね。現状では私白出している4番さんの方がやっぱり C 目に見える。でも3、4、7に関して、もう全てフラットにはなってしまうんですよね。2周目の発言聞かないとわからないからなのかな、こういう発言になるのは。それぞれの城先に関して、私含め5、9なんですけれども、9番さんの発言っていうのはやっぱりよくわかんないかなって思うんですよね。自己弁明はするけれども、結局のところどうなのかなと、1番さんもそれに乗ったような感じで、4番さんの新芽がないとは言いながらも理由が言ってなかったっていうところは、今日のスリーチ占い師以外なんであれば1番さんかなと現状では思ってます。はい。それぞれの占い師の、そうですね、発言聞かないとわからないところであるんですけれども、4足。3番のプレイヤーが発言します。4番のプレイヤーが発言します。はい、ね、1周目、騎士出てくるなとおっしゃいました。僕だけが、7番さんも言ってたね、そういえば。そう、1周目、騎士出るなって言ったんですけど、はい、じゃあ、いきます。ここで分かりました、僕だけが。騎士 CO いたします。で、7番さんは多分死んだと思うわ。3番さんが今日です。ですね。おい、1ばか、お前。1、お前違うんだよ。今のは察してくれ。俺、本当の真の占い師なんだけど。違う、そこは俺を守ってくれよ。騎士はね、出ちゃダメなの。察してくれ、1番。で、じゃあいいわ。バレちゃったからいいわ。じゃあ、俺、真の占い師なんだけど、7番さんが3番さんを今日見る目おかしいのよね。で、今日3番、7番は、7番と4番どうでもいいんだけど、3番絶対殺してください。今日1周目で。で、4番と7番で、ちょっと迷ってたら、4番を殺してください。別にいいです。それは、全然。本当に。やっちゃったな。7番はね、なんだろう。7番今日、7級俺さ、7級さんじゃねえや。9は別に全然白だ。8番さんは絶対に白って見てる。で、2番さんも白。9も白で6霊能でしょ？ 7、1、3だと思っています。以上。5番のプレイヤーが発言します。じゃあまあ、4番が死んだっていうの？じゃあ3と8すればいいんじゃないですか。ただそれだけでしょ。
投票結果見て、黒が出たら黒に入れてないやつは怪しまれるだけだからね。うん。4番がそこまでになったら8か3に入れればいいんじゃないの。うん。それしか言いようがないから。ま、わかんないから黙って4番の話を信じてみる。本当かどうかわかんないけど。8か3に入れてみる。どっちか黒だったらラッキー程度に。まあ、黒に投票したら白く見られるしね。いやー、ほんと。それとも4番が偽か、発言精査をするのか、謎のいきなり騎士 CEO を信じるか、それともただの怪しい人間と取るか。まあ、面白そうだから8か3入れようかな。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。5番さんは、8番さんが占い仕様だと勘違いしてるのかな ?7 番さんですよね。占い仕様は。5番さん、なんだろうな。4を真に急に見るとか言い出したの。わかんない。結構7号あるのかなと思っちゃったかな。まあでも3番さん発言できてないから今日3-3でしょうがないと思ってるけど、4は、4どうなんだろうね、そのムーブ。よくわかんないムーブするなぁとは思ってるかな。まあでも発言聞けてないからとりあえず3じゃないって思ってます。はい。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい、まあそうっすね、やっぱ3浪4強かなって思ってます。4番が狼で騎士をして、騎士が太鼓出てまた占いに戻るっていうのがあんま見えづらいなって思ったんで、やっぱ4強人かなって思ってます。4がローがあるときって、結構ヘイトもらいに行ってるから、進路ローパターンとかあるかもしれんけど、基本的には3ロー4強で置いてます。かな。一番さんは、騎士って素晴らしいわ。して、はい、了解です。あ、追加してるんや、俺。って考えたときに、3ロー、9ローってやったときに、3が9に対して強靭目があるって言ってて、で、3視点で3しようってなるのは想定してない。まあ、2しよう、もしくは3しようになるけど、じゃあ、真の占い師に対し、真の占い師が抱く感情としては、9を強靭にしてるから、なんていうんかな。結構占い師に持ってくるっすよね。真占い師視点やったら。しかもか、3の白やから。だから、占われる位置に持っていくんかなって思うのが、なんか謎いなって思ってるから、なんか3球も見にくいなって思ってんすよね。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。新切りで4釣りでいいんじゃねえのって思ってしまうけどね。この盤面だったら。3番さんはまあ発言ができてないから次って誰か言ってたけど、3番さんの真の可能性もまあ別普通にあると思うけど。まあ真金だったら4だよねって、無駄利がある行動じゃないけどねって。まあ3番さんの狼、4番強人、7真っていうのがまあ本線ではあるが、4の真だけは切れるんじゃねえのって思う。で、5番さんが言ってるのって、まあ、番号は間違ってたけど、3、7を釣れば黒が釣れる可能性がある。で、4を強靭目で置いたときに、3、7、どっちかを釣ることによって、黒が出たらラッキー、そういう進行しましょうかっていう話だと思ってて、5番さんは相変わらず白いなと思ってて、そこを言い切れるところ、まあ、理由はちゃんと伝えてあげた方がいいなとは思うけどね。で、3が狼のときは1が狼かなと思っていて、9に強靭塗りをすることによって1の殴りが正当っていうことを間接的に上げてるような気もするし、なんかまあ現状ラストウルフィーチとして見れるのが1級かなとしか見えないかなって思ってるかな。まあ占い師
進路路っていうのは追えないと思うんで、だからまあ初日黒が釣れりゃ黒ストでもいいかなと思ってて、まあ現状、まあ、4の新切りがいいけど、まあ3発言してねえから3釣ってもいいか。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番6番のプレイヤーが発言します。はいはい。1番さんめっちゃ、4番さんめっちゃ遅いね。どういうこと？まあ4いいんじゃない？ 4 詰めて4の芯はないかなと思ってるかな。ね、4番さんってね、まずね1周目ちょっと言えなかったんだけど、4番さんって3番さんのことをなんか霊能とか騎士触れてないから怪しいって言ってたんですよね。なんかこの怪しいって言い方、まあ、4番さんみたいに3は人外確定なんだから偽目ねとか言わなくちゃいけないのに、怪しいって言ったの、まあ言い方だけどね、まあそういうなんかもろもろね、で4番さんの正直芯が追えないかなと思ってるかな。まあ7番さんも接続切れ大丈夫かな。まあ、3白だったから、まあ一応3芯も追っていかなくちゃいけないんだよねとは思っているかな。はい。すごいね、これ。7番さんも接続切れ。1黒。あれ ?4 番さんって1に白じゃなかった？ 7 番のプレイヤーが発言します。あ、はいはい、間に合った。ごめんなさい、アプリ落ちたっす。はい。はい、9白っすね。はい。まあ、9番それになった理由としては、3が白やった時が怖かったなって思ったから、占いました。はい。3黒で9
9黒っていうのはあんま見づらいなって思ってたから、9占って白でした。で、4が黒になって、で、投票がちょっと、2番さんが俺に入れてるんよね。うん。で、相方位置としては、2番さんがどうなんやろって思ったけど、7って釣れない位置かなって思ってて、客観的に見ると。結構3と4に減ったまって、4が新切り、新切りで4釣りたいって言ってた8番さんと、3が早速リレアが釣っていいんちゃうかって意見もあったから、ちょっと難しいなって思ってる。で、8番さんが4新切りで4に小兵って言ってんけど、結局3に乗り換えたのが、ちょうどライム感じになって思ってますっていうぐらいですね。ちょっとごめんなさい。8番のプレイヤーが発言します。はい。占いローラーします。もう誰も死んめねえけど、3番死んなんじゃねえと思ってしまうよね。そうですね。4番さんから釣りましょうか。4番さんにシーンは見れないかなと思ってますね。かな。あ、ちなみに1番さんって騎士ってスラでいいのかな。スラのままでいいのかな。5番噛まれたらの漂白っぽい気もするけど、7番のね。キチです。6番超えできます。7番釣ろうか。7番目線って9白で、5噛まれてるわけでしょ。てか1いるわけでしょ。まあ、どっちでもいいか。はい。どっちでもいいです。なんで。9番のプレイヤーが発言します。8番さんは騎士なんですか。僕1番さんが騎士だと思ってたんですけど。もう全人が露出っすね。意味わからん。8番さんなんで出たんすか。僕もう昨日の4番さんの行動が全く意味が分からなくて4に投票したんですけど、自分目線3が真やった場合って自分目線グレーがめっちゃ広いんですけどね。初日9白で、だからもう意味の分からない4番を昨日は釣りたかったですね。はい。で7も自分にしろっていうことで、グレー値が広すぎるなって感じですね。どうなんすかね、47。僕はもう4が意味わからないから、4狼で考えた場合、1番さん騎士で8すらなんですよね。僕8番さんから特に黒要素拾えてなかったんであれなんですけど、現状42かなって思ってますね。はい。てかこれ5番さん霊能で6番さん乗っ取りとかないっすよね。なんか4番さんの結果1白やのに1黒とか言って、なんか最後のそのムーブはちょっと意味わからんかったっすけど、もう今日4から1番のプレイヤーが発言します。はい。4番さんって1黒って言いましたっけ。とりあえず8番さんがスラなのか何なのか分かんないけど、6番さん守れるって言ってるんだから、ですよね。1黒って言ってないよね。だから8番さんが6番さん守れるって言ってるんだから、明日 6番さんは死なないで生きれるんだよ。いや、眠い。ちょっと待って。だから私は、47だったら、狼っぽい方を釣りたいから、
ちょっと待って、4番さんって、なんか私が騎士で出て、なんで出んだよってめっちゃ新感情かなと思ったんだけど、1占いっていうのがめちゃめちゃなんか、深刻ねえなと思ったから、マレル、ゲームずっこなり簡単だ。3、4、強、7、ローでいいんじゃないですかって。発言の時に出たみたい。ちょっと待って、まぶた分けよう。9番さんは白でいいと思うから、4、7すり切って、2、8の審議をすればいいんじゃないのかなと思ってるのと、8番さんが6番さんを守れなかったら、8番さんを最後に釣ればいいんじゃないかなって私は思ってます。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、初日は3番さんの発言が聞けなかったっていうところ結構痛いんですけれども、8番さんずっとなんか終始どこでもいいみたいな感じで投げてるんですよね。うん、で、三振王になった状態で、新旧ローっていうのが濃厚なところで、八幡さんがそういったの発言してるっていうのは、強人無謀するローなのかなって感じてしまった。ただ、4番さんのその2戦目から私を、クロッと見てしまった9番さんの目線っていうのはちょっと改めていただきたいかなと思って。うん、現状その八幡さんがスラしてる状況で、八幡さんが守れるよって1番さんが言ってるのもちょっと私的には望むんですけれども。まあ、とにかく6番さんが死ななかったっていうところ、一番さんが明日騎士 CEO をしても私は信用しませんよ。うん、私が生きてるんであれば。だけん、まあ、現状では私、占いはもう全部釣り切りですと言い切りました。うん、なので私昨日7番さんに言ったのは、7、8のラインが見えたっていうふうに私発言しましたよね、一周目で。うん、なので7ローの8のラインっていうところを追って、8番さんの発言の動きがおかしい。強人ムーブをしているローっぽく感じたので、8番さんというのも非常に怪しいんですね。うん、ただ1番さんのその、騎士って言った後に、村空、その後に8番さんが守れるんだからいいんじゃないみたいな発言してるっていうのは非常におかしいかなっていうのも感じている。そう考えると、全人がいる普通というところで、3、4、7、まあ、その中に真がいるとしても2人外。で、1、8の中に1人がいるのかなっていう感じですね。うん、なので、占いは釣り切ります。私的には7番さん。4番のプレイヤーが発言します。OK、2番さん OK。はい、じゃあまずね、9番さんに説明しますね。あの、8、1、4の、あの、騎士のスラの、まあ、やつなんですけど、まず、騎士を殺される確率をね、確率を低くするために、まあ、偽をやりました。で、その、なんだっけな。2番さんと1番さん、まあ、占って、どっちも白でした。だけど、3番さんが謎に占い師を出てきたので、で、6番さんの結果で白ね、強人でした。だから、俺、2、1、8は、俺、騎士すらした8番さんも俺、信用するわ。2、1、8、信用するわ。で、なんか7番さんの、まず、黒いところ、まあ太鼓だから当たり前なんだけど、その次釣り切るなら4なんじゃないかなって思っちゃうんですけど、まあ普通に僕も7番行きます。で、6番さん霊能なんで7球で終わりっす。3強陣7球終わり。で、多分7番さんはね、なんでその3番ローに置いたかっていうのがちょっとよくわかんなかった俺は。普通4番をローに置くんじゃねえかな、俺を殺したいんだったら。3強4ローだと思うんだよね、俺って。7番さんが言ってたりしてたら、俺殺されて負けてたわ。で、あと、そう、3番さんもちょっとわかんなくて、次村すらですって、真の占い師は湧きたかったって言ってれば俺殺されてたから、ちょっとミスなんじゃねえかなって思って。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。遺言を発表してください。4、6、8ね。6、8番さんありがとう。で、1、2か。
1-2 なんで変えたんだ。まあ、そこはいいや。じゃあ、6番さん守ってね。じゃあ次7番釣り切りでも、まあ、狼どっちにしろ負けんだけどね。9行ってください、その次。8番さん、むっちゃ頭いい狼だったらどうしようと思っちゃうけど。9番さん、7、9の順でお願いいたします。6番さん、マジで守って、6番さんだけを。狼は8、1のどっちか。そうですね。怖いな。頑張ってね、騎士。騎士と霊能マジ頑張って。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。アーチクロです。はい、もう8いったら終わるっす。はい、もうだって一番さんってごちゃごちゃしてなんなら6守れますって言ってるっしょ。守れてないんすよ。そういうことっす。8行ってください。はい。あ、じゃあいいよ。7行って8行くじゃん。7行って8行って終わりっす。はい。もうラストです。そうっすね。はい。まあ、8行ったら一瞬で終わる。なんか言うことあるかな。一番さんって一周目、結構七を芯に軸で見てて、で、なんか三、四には芯がなくて、っていう話をしてて、二周目、ってかさっきか、さっきの時に、ロラっちゃおうって言ってて、なんか勝負遅延したいかなって思ってた。かな。そのぐらいですね。まあ、こういうことです。はい。とりあえず、はい、終わりで8番さん。はい。まあ、僕行って8番さん行ってもいいです。はい。お好きにどうぞ。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。7番さんを釣ります。これが黒だとして、騎士スラをする意味がないですよね。はっきりと1番さんが騎士っていうのが分からなかった状況下の中で、6番の色を見たいがために、ああいうブラフをかけました。まあ、1番さんが本当の騎士かどうか、5番さんが本当の騎士なのかどうかっていうところはもう精査不能だと思っていますが、7球ローローで終わると思っています。4番さんの最後の発言っていうのは新芽があるのかなと思ってたから、3が真だった場合っていうのは9が白になるから、その場合っていうのは、1、2にいることになるんだけど、そうなった場合は1番かな。まあ今日はとりあえず7番を釣って、はい。1番は本当に騎士かどうかはっきり言っていただきたいかなと思います。俺は騎士ではございません。9番のプレイヤーが発言します。はい。どうなんですかね。僕4番が強人なんかなっていうふうに思ってて、4番の昨日の発言で、3が白、6の例の結果が3白で、4目線3の芯が分かったから、3の白先の自分にしか黒塗りをしなかったから、強人なんかなって思ってますね。はい。まあ、それか、48ローで、7級にしたかったのかっていう感じですかね。で、なんか昨日の2番さんの発言でなんか、
4が黒いから白先の私を疑うのはやめてくれっていうのは、なんか考え直してくれみたいな感じのも、なんか結構考察もしっかりしてて、2番さんに関しては村なんかなって思っちゃいましたね。で、もし仮に、3が真、4が強、7がローやった場合って、4って初日にいいですよね。2狼で囲われてて相方の7番が出てきたっていうのも考えにくいから、もうほぼほぼラストウルフは8だと思ってますね。はい。7つって8、ん?今日7を釣って明日8を釣るのであればもう自分は今日8行ってもいいのかなって思ってますね。はい。4強の7ローの黒囲いっていうのも全然あると思ってるから、今日8からでもいいかなと思ってますね。1番のプレイヤーが発言します。はい、まず4番さんっていうのは私に白を出しときながら、4、1どっちが狼かをわかんねえなっていう失言を残しているので、4番さんのシーンは切れる。ですけど、じゃあ4番さんって私に白出してんのに、8、1どっちが狼か分かんないっていう失言を残してるんですよ。それを4番が死んだっていう8番さんはめちゃめちゃおかしいのと、7、9ローで追ってる4番さんと8番さんはマジで分かんないなと思ったのは、3番さんが9番さんに白出しているんだから、ま、もし7、9、ローだったら7番さんは黙って潜伏してた方がいいんじゃないのかなと思うので、もう私はもう今日8番さんでいいんじゃないのかなって現状思うんですけど、で私はガチの騎士です。だからそうだな、もう7番さんも守れないから、私は8番さん狼だと思ってるから今日8番さんでいいと思うんですけど、ギャー9か2かどっちかは 100% 守れます。OK ですか ?4 番さんはもう出現してるから新切り。3番さん強靭で、9番さんに、うん、やっぱそうだよね。7級だったら、3番さんが強靭で9番さんが狼だったら、相方の7番さんって出ないと思うから、私はもう、もし、占いシーンは分かんないけど、8番さんが黒いから8行きます。2番のプレイヤーが発言します。ちょっと待ってくださいね。1番さんが真の騎士だとして、守れるとして、ただ7番さんを釣らずに8番さんを釣った上で、地球の中にジャローがいたんであれば、うんうん、それは分かったんだけれども、7番さんが強靭だったケース、うん、非常に薄いと思います。4番さん確かに18がラストなんだけれどもって言ってて、一番さん占ったんちゃうんかいっていうのはすごく突っ込みたかった。で、そこが一番さんから発言で出てたっていうところは、一番さんっていうのは限りなく騎士なのかなと思うんですけれども、うん、正直なところ占いを釣った上での精査をしたいなと。それで4人番目になったとしても、巨人はいない。で、人狼が1の中で発言のおかしなところっていうのを拾った上での精査をしたのが一番正当かなと思ってますけれども。うん、なので7番さんは釣らなきゃいけない。ここで8番さんにいて、もし仮に8番さんが群れだった場合ですよ。私的にはもう7、8のライン考えてるんですけれども、7、8であった場合、うん、ちょっと怖いなっていうのは思うな。7、8じゃないにしても、もし仮に4、8で7番さんが強靭だった場合、8番さんの、3番さんの発言っていうのがほとんど聞けてないんですよね。だからそこに関しての性なのか、義なのかっていうところの、判断っていうのはつかないんですよね。だから占いは釣り切ります。私は初日から言ってます。はい。なので7番さんを釣った上で、7番さんが8黒出したっていうのが黒囲いなのか、実際に7番さんが、占いして8番さんが黒だったのかっていうところはもう発言したのかなと思っている。8番さんの用心っていうのは発言っていうのは確かに下せぬな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。
7球狼しかねえよ。うん。